はい、今回はね、水星の魔女第16話在家の輪が放送となりましたので、それ振り返り等をやっていこうかなと思います。放送直後にね、ちょっと録画しているんで、間違い等たくさんあるかもしれないんですけれども、ぜひ皆さんの気になる点などあればコメントで教えてください。こちら前回第15話の方では地球の方が描かれて、スレッタの素の字も出てこないというまた急展開というか、新たなね、こう雰囲気だったんですけれども、あれはあれでもグエル主人公会だったりとか、地球のこう戦争具合だったりとか、アーシアの情勢だったりとか、フォールドの夜明けだったりとか、いろんなところがね、こう見えてきた、こう印象の残る回だったなと思います。そんな今回ですけれども、前回のランブルリングの後、ソフィーがね、退場してからの後のつなぎということで、次の16話になっておりました。結論も内容から言ってしまうと、めちゃくちゃ怖かったですね、最初から最後まで。プロスペラさんがね、異常なぐらい怖かったんですけども、それに加えて、また新たなところだったりとか、いろんなところ見えてきたと思うので、インパクトがある回というよりは、どちらかというとちょっと伏線を置いてきた、若干難しいところも多かったんですけれども、それを若干こう少しずつね、掘り下げていこうかなと思います。ぜひ皆さんの気になった点だったりとか、第16話についてのご意見等あればコメントで教えてください。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速行こうと思います。まず冒頭ですね、冒頭ベルメリアとの会話のシーンからですね。こちら第14話の方でエリクトが中にいるよ、モビルスーツになってしまっているところ、ベルメリアとプロスペラの会話が描かれていたんですが、あれの続き、最初から振り返りという形で途中から新しい部分が語られていきました。エリクトの存在ね、データストームの先で待っているということが、前回明らかになったんですけれども、プロスペラの目的のシーンというのが、この後で追加となっております。エリーがなぜこう、エアリアルになったのかっていうところが、招待コードっていうのが同調したということが語られました。で、過酷な宇宙環境に耐えられなかったから、体をエアリアルすることによって繋ぎ止めることができたよっていうことだったんですよね。つまりこれを考えるに、プロスペラっていうのは別にそのわざとエリクトを犠牲にしたとしてもエアリアルを作りたかったというわけではなくて、エリクトを生かすためにも選択肢がこれしかなかったという、結論に至りますよね。で、新しい言葉出てきましたね。スコア8、8ですね。はい。データストーンの領域を広げれば自由にエリーは生きることができる。この8っていうのむちゃくちゃ気になりますね。この前パーメットスコアっていうのはいろいろ出てきたんですけれども、4は結構限界領域であって、スコア6は青色のパーメットが光るという感じでしたね。そのまだ2段階上があるということが明らかとなりました。おそらくここまで行ってしまうともうスレッタが乗り換わってしまうとか、もしくはもっとね、とんでもない領域になってしまうので、今のね、モビルスーツの状態だと制御できないとか、もうとんどね、人知を超えたものになってくるのはもう濃厚かなと思います。これまとめるとなんですけれども、エリクトの体はすでにこのデータストームに取り込まれているということが確定となったのと、物理空間出ると崩壊してしまうってことですね。で、スコア8に到達すれば自由に生きることができる。そのためにクワイエットゼロを利用するという感じですね。ざっくりね、こう言われていることはわかるんですけれども、いずれにせよこれ本当にね、プロスペラがやろうとしていることは怖すぎるというか、とてつもないことをやろうとしているんだなというのがよくわかります。そしてここでね、ベルメリア否定するんですよね。それは間違ってると。バナディ、そのガンドの未来はおかしいよって話なんですけれども、これに関してはベルメリアも逆に否定されますよね。拡張神経理論ということで、強化人心ってところですね。これを発案したのがベルメリアということが今回明かされました。結局、ベルメリアとプロスペラというのは同じ魔女、バナディスを生き残った人たちとして、ベルメリアも仕方なくペイル社に入ることによって生きることができた。こうするしかなかったっていうのもね、過去の回で言っていましたけれども、プロスペラにとってもそうですよね。あの一件があったからこそこういう道を辿らなければいけなかったということが、語られております。同じ魔女としてこう進んだ結果が今に至るという感じですね。そしてオープニングへ、今回オープニングね、変更は、エリクトがね、前回変わった以外はなかったですね。オープニングはニュースが報道されております。こちらね、いわゆるこう事故として処理されていたものが、情報がリークされていて、いろんな情報が表に出てきているという感じです。ビムが倒れたことだったりとか、そのニュースを聞く宇宙議会連合動いてきましたね。新しいルールが必要ということで出てきたんですけども、新たな仕組みということでガンダムもね、監視している状況だったんですけども、これ動き出すということが、動向ですよね。で、ベイリットと地球での関係性っていうのはかなり悪化していて、グループがかなり非難されているという感じでしたね。で、久々ペイル社登場ですね。ラウダ軽傷だったのでちょっと安心しました。重傷で大丈夫かなと思ってたんですけれども。で、ここで話として新しい総裁を選ぶという次のね、フェーズに移っております。ここでペイル社が動き出しているんですよね。そこでシャディクも出てきたりとか、この辺でね、総裁争い。今までは決闘でね、トロフィーってところだったんですけれども、総裁を争うっていう展開が予想できますよね。決闘そのものがデリングが決めたものなので、これすらもうなかったことというか、これももう無視して進んでいくんじゃないかなと思います。続いてね、ランブルリングでもうボロボロとなってしまったアスカシアがね、補修されていましたよね。もう学園としての存続が危ない。もちろんメディアでも取り上げていることから、ガンダムを使ったりとか、もしくはこうもう本当命がね、自分の息子娘たちが命の危険にさらされるんじゃないかなってことで、迎えに来ている人たちが多かったという感じですね。学生たちもどんどん帰っているという感じですね。
地球寮が映されるんですけども、チュチュが荒れております。まあ、エアリアルもデミトレーナーも没収されているという感じでしたね。で、地球という部分から、まあ、ガンダムね、ソフィーとノリアが乗っていたこともありますけれども、嫌がらせを受けているんですよね。今回、ランブルリングでね、こう命を奪われた、まあ、ジュベジュって言ってましたね。名前を出ていましたけれども、命を奪われたことから、それに対しての嫌がらせ。まあ、これは本当仕方がないことかなと思います。でシーズン2以来ね、ミオリね、久々の帰還となりました。まあ、スレッタがどう思うのかね、なんか第三者の立場からしてちょっとモヤモヤしたんですけども、この件に関しては後ほど語られております。そしてね、場面は変わってサビーナがニカを誘うシーンありましたね。シャディク隊はまあアーシアン、まあサビーナも自分はアーシアンだったけど、グラセに拾ってくれたから今の生活があるっていうことを言っていました。まあ地球と宇宙の駆け足になる夢っていうのは、まあ結局ね、目的としてはあまり変わらなかったんだなという感じですね。まあ、これもね、ガンプラの方でもあったんですけれども、それぞれの目的のために活動するみたいな感じでシャディクガールズは語られていたので、おそらくこれについては地球と宇宙の架け橋になるっていうのが、ニカとはね、結構近しいね、願いがあるんだと思います。まあ、サビーナがうまくいってる可能性もあるんですけれども、まあ、そういうことが語られました。で、正直これニカがね、ここに、ね、ついていくとも思わないので、自分なりのね、信念を貫いていくのかもしれませんね。まあ、進めば二つってね、スレッタが言ってたんで、ちょっと不安でしかないですよね。そしてペール社エラン5号登場ですね。エアリアルを奪うように指示が出されていました。まあ、ランブルリングでね、あの本気出していなかったのふざけたの怒られていましたね。そしてここでクエルも来ました。いやクエルね、前回オルコットとね一緒になってたんで、軌道エレベーターに乗る前にねオルコットなんかあるのかなと思ったんですけれども、まあちゃんと場所を教えてもらってクエルもねベネリットへ入ってきていたという感じでしたね。いやもうね、顔つきから変わってるんですよね。もうほんとなんかこう熱くなれるクエルしてたアクだなと思います。でここでクエルが来た後からここで CM に入ります。で、そしてラウダの元へ戻るグエルですね。ラウダが気を失いましたね。まあもちろんね、この CEO にいきなりなったことの重圧ってペトラが言っていましたけども、まあそれほどね、愛があるというか、もう本当に兄さん生きててよかったってことで気を失う。もう、すごいね、この辺ちょっとホッとしますよね。視聴者もホッとしたんではないでしょうか。で、グエルがね、こう、父さんが死んだっていう、まあ、ビームがね、倒れたことを教えてもらうんですけども、まあ、自分が落としたなんて言えないですよね。まあ、これがね、知られてしまうと何かあるのかなと思ったんですけど、ちょっとこの辺予想が難しいところですね。ペトラにラウダを頼んで、あとは俺が引き継ぐと残してね、ペトラがお帰りなさいを言った後の顔ですよ。もう、グエルね、もう頼りがいがありすぎてちょっとね、痺れましたね。そしてミオリネはね、宇宙議会連合へ、まあ、ニカの居場所を聞いたりとかするんですけれども、宇宙議会連合は株式会社ガンダムへ入るパスをくださいということですね。まあ、新生開発公社とか、まあ、怪しいって結構目をつけられてるという感じでしたね。まあ、ここがね、もっと深く語られていくと、正直この辺に関しては、宇宙議会連合はね、株式会社ガンダムを漁ったところでもうほんとね、ブラックボックスでしかないんで、かなり危険ですよね。まあ、調停役という感じでしたね。で、ミオリネを迎える地球寮。まあ、ミオリネもね、しっかりこう安心している場所、もう居場所となってるんですよね。ただ、スレッタとはどうなるのか。まあ、スレッタね、意見したいんですけれども、まあ、ティルがね、わざわざこう手を挙げてくれて、音質を見てもらうようにミオリネに声をかけました。ここでまさかのね、プロスペラが株式会社ガンダムへやってくるという展開です。今回ね、このプラントクエーターの一件で話をずっとされていたので、まあ、今回プロスペラが来て、皆さんお世話になりますみたいな感じで来たんですけれども、常に怖いんですよね。地球寮に手を出すなって言いたくなりました。まあ、スレッタのお母さんですって感じで来て、もうちょっとね、引きましたね。そしてエラン・ケレス、まあ、強化戦士5号はね、エアリアルを奪おうとしますが、ここのシーンがまた今回深かったですね。動かなかったんですよね。自分が起動していないのにデータストームが流れ込んでくるんですよね。ここからのシーンがやばかったですね。来ないであなたはダメってことでエリクトが言うんですよね。そしてデータストームの世界へこれは来ちゃダメよってことを言ってるんですよね。まあ、これはもう強化人士だからということなのかちょっとわかりませんが、来る人物というのは限られているのかなと思います。この辺ねまた深くちょっと掘り下げていこうと思うんで、今回は簡単に触れておきます。そして複数の無数のエリクトが描かれていましたね。これは全て実験で捨てられた人なのか何なのかっていうのがま語られるとは思うんですが、もう非常にもう恐怖でしかありません。でエリクトがね強化人士5号に指を当てるとそのまま現実へ押し返されてしまいます。ここでねベルメリア嘆くんですよね。あなたはダメだ、あなたには扱えないわということを言われました。これは人だからというところですね。多分これねおそらくもうエアリアの正体を知っているから君には無理だよっていう感じなんですよね。でこのねベルメリアと強化人士5号の話はするんですけども、まあもうベルメリアの苦しいねバナジンスの残党としてそうするしかなかったということが語られております。で上へ通告すると言われていたので、これベルメリアちょっと危険ですよね。そしてミオリネスレッタの音質でのシーンですね。もうなんかね気まずい関係、あの最終回ね、シーズン1の最終回からこれ初めてのね、二人きりの世界なんでどうなるのかなってところ結構深かったかなと思います。まあ、最終回のシーンはやっぱり振り返るんですよね。あのペシャンのシーンですね。まあ、ペシャンってねミオリネも今回言ってましたよね。でこのシーンについてミオリネはねありがとうと言うべきだったという判断をしているんですよね。こうミオリネっていうのはすごいやっぱこのね今回プラントクエーターだったりとかいろんな話の流れにおいて自分がねこう選択肢として自分は間違ってなかったというか人殺しと言ってごめんなさいということをね言うんですよね。
ただスレッタっていうのはやっぱこれ正しいことをして安心した、よかった、あれはやってよかったんだってこう正当化してるってところがあって、ここに関してもお母さんのすることなら何でもするのってことを問い詰めるんですよね。そして母親が言うならガンダムは人を殺すのっていうことにスレッタはイエスと答えます。もうこれね、洗脳ってところが本当恐ろしいなと思いますよね。ちなみになんですが、これトマト赤いのと青いのを映されていましたが、まあ人殺しの青、まあスレッタが青色と描かれていて、まあ医療、まあガンドを医療として使うってところが赤、ミオリネで演出っていうのがすごい綺麗だなと思いました。で、ここに関しては、ミオリネのこの成長具合ってとこもよくわかるんですが、これだったらあんた人殺しっていうだけだったと思うんですが、ここではスレッタを本気で否定するわけではなくて、あえてプロスペラ自身、まあ、母親の方を攻めに行くんですよね。このムーブっていうのは非常にミオリネの成長具合だったりとか、まあ動きがね、すごいいいなと。今後ね、やっぱミオリネっていうのはこう、救世主的な存在になるっていうのがよくわかりますよね。そしてミオリネはプロスペラの胸ぐらを掴んでどうするつもりかとね、言うんですよね。そこでプロスペラ今回ね、語るんですよね。まあ親子の仇、あなたのお父さんは親子の仇だってことを言いました。まあ、ラジャンはね、口は固かったっていうことを言ってましたよね。そして21年前のバナディスの解説をするんですよね。まあ復讐を果たせ、デリングを殺せと身元で囁くのよっていうことを言っていたので、もうほんとね、この復讐に駆られているっていうところがより深く演じられていたかなと思います。そしてこの流れからクワイエットゼロであなたは総裁になりなさい、ミオリネ・レンブランということとなるんですよね。デリング・レンブランの血塗られた娘であることをということで、今回こちら第16話幕を閉じました。まあ、まだね、この血塗られた娘ってことで、もちろんね、そのバネディス機関のことで血塗られたってことはあると思うんですが、何かまだ裏にありそうな雰囲気もありましたよね。まあ、ここがノートレットと繋がってくるのかわかりませんが、非常に気になるところです。まあ、タイトルね、今回在家の輪なんですけれども、ほんと人殺しの輪と言ってもね、過言ではないかなと思うんですけれども、ちょっとね、難しい内容ではあったし、淡々とするストーリーだったんですけれども、この心の描写だったりとか、いろんな動き方について、もう何度も言ってるんですが、恐怖というところを覚えるね、本当にプロスペラの洗脳ってところがよくあるシーンだったかなと思います。次回のね、タイトル、大切なものとなっております。これグエルがナレーションしてたんで、そろそろグエルがね、動き出してくるんじゃないかなと思います。まあ、グエルがね、総裁になってくれればなと、個人的には思うんですけど、ミオリネもね、すごいいい動きをしてるので、こちらどっちか競ってほしい。シャディクはちょっとめんどくさいところで登場してきたりとかするかもしれませんが、いずれにせよこの総裁戦っていうのがね、結構ね、重要になってくるんじゃないかなと思います。で、これと並行して、エアリアルの中にいるエリクトの存在っていうのがどんどん語られるんじゃないかなと思います。はい、今回こちら第16話を最初から最後まで振り返りながら簡単にピックアップしていきました。いや、気になる点たくさんあるんで、また細かいところは掘り下げようと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか考察等あればコメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。